どうもゴルフリンク4です。トモです。リョウです。はい、今回は、ゴルフパートナーの方のネクスジェン NS210 のアイアンですね。もう発売したんだと思うんですけど、うん、動画をしだ打ってきたので、あげたいと思います。こちらですね、まあネクスジェンいろいろアイアンあったと思いますけど、あんま僕印象ないんですけど、これはね、もう見た瞬間に、うん、いいんじゃねえのこれ、うん、って思ったのがピンみたいです。うん、G425 みたいです。うん、この仕上げというか、うん、色のあの風合い、うん、ピンです。ね。偶然だよね。いや、ピンです。そして、まあ、構えた形状としても、まあ、少しラージ、まあ、キャビティの感じなんですけど、その G425 とか、まあ、G430 よりも、ちょっと偶数がそこまでひどく見えないというか、大きさとか厚さっていうのがものすごくね、綺麗に作られてるなっていうより、うん、まあ、大型ヘッドが苦手な人も、まあ、いわゆるちょっと、アスリート向けに若干、わずかに寄ってる、うん、ちょっと打ちやすそうな形状はしてます。で、7番で29度っていうのは、まあ、G430 とか、今年で言うとパラダイムの29度なんですけど、まあ、激飛びではないですね。25、6度とかもありますから。まあ、キャビティーの防ぐ、パラダイムは塞ぎましたけど、えぐってあります、ね。うんうん、交換性モメント、今までのネクスジェンシリーズの中で一番、感覚性モメントありますみたいな感じなんで、僕がもうパッと見のイメージは本当にピンっぽいんじゃないかなっていう印象です、つまりのね、うんうん。まあ、とりあえず、僕だけですけど、ちょっと見てもらいましょうか。はい、はい、どうぞ。はい、見てもらいましたが、とてもいいです、うん、アイアン。今年で言うと、まあ、パラダイムのアイアンまだ動画出してませんけど、パラダイムのアイアンめっちゃいいんですけど、うん、これもかなりいいですね。うん、まあ、形状はさっき言った通り、やっぱりちょっと扱いやすい感じがします。これ操作性もちょっとね、扱える、やすいようにっていう風にも書いてたんですけど、G430 が、本当にもう直進しかしないですよ、うん、左右に逆に曲げにくいじゃないけど捕まらない人にとってはもうちょっときついよねっていうような感じだったのが、これはね結構捕まります、うん、で操作性というかそこの部分がまあやりやすいかなって、ヘッドが若干ちっちゃく、ピンのものよりもちっちゃくなる分、まあ、ターンがしやすいであったり、
ちょっと振り抜きがいい、若干バランスも軽く感じるような感じしますね。なので割とね、球捕まえやすいです。で、あとはシャフトが850だったかな。これもね、若干捕まるかなっていう感じ。950よりシャキンともまだしないというか、まだ、ちょっとゆとりがあるので、950の方がね、若干こう球低く出たり、ちょっとシャープすぎるなって感じる人、850の方が捕まるんで。僕も EIF のカーボンもありますけど、まあある程度パワーがあったりする人はこれぐらいのシャフトがいいんだろうなっていう感じですね。で、距離もそこそこです。バク飛びでもないですし、まあある程度高さとスピンが出て、まあ割と簡単なアイアンだなというふうに感じますね。ただこれロフトが僕若干疑問なんです。まあ6番までしかないんですよ、このスペック表を見ると。26度です、まあ、一番手ずつ立ってるようなイメージ。8番で33度っていう感じですけど、ここから5度開くんですね。33から38、43で、その下ないんですよ。でネクストジェンを1出してて48っていうのがあるんですよ、だからそこに移行させるみたいな感じがあるのかもしれませんけど、僕はこういう優しい系のアイアンセットで50度ぐらいまではやっぱ使いたいなって思うんだよね。G430 の例で言うと 49.5 とかかな、40何度かなとかなんですけど、やっぱそこまで使いたい感じがする、ウェッジもやっぱそこで難しさが出てくると思うんだよね。まあ、この手のクラブを買う人にウェッジ探しの手間をかけさせるなよってことでしょ、それもあります。探すのも大変でね、どうせならもうセットで同じ雰囲気でっていう感じ、6番の26はもう分かるんですよ。別にもう5番いらないよと、もうユーティリティでいいじゃないっていうのは分かるんです、この38、43で5度5度あえて次も絶対48に行かせようとしてる雰囲気でしょ、で、じゃあウェッジの形、じゃあ他のメーカーから探して48らへんでっていうのもめちゃめちゃ探すの大変だし、ね、シャフトもね。ってなると、もう一本この後ろにあってもよかったんじゃないのっていうのは思いますね。ちょっと大型のヘッドというか、まあ、飛び系探してて人と違ったもの、まあ、ゴルフパートナーよく行くし、試作してみようかなっていう感じで打ってみたら意外といい結果にはなると思うので、まあ、アイアンとしてはすごくいいと思いますよ。ただそのウェッジ、今使ってるものとのこの43度の兼ね合いですよね。まあ、でも、アイアン自体はものすごくいいです。ただ僕が使いたいなと思うのであったら、もうちょっと立っててもいいと思うんだよな下がない分やっぱ広がったのかな、ロフトの感覚だとしたら、もう一本この後ろ欲しいもんね。せめてね、48、50ぐらいまではこのヘッドの雰囲気で打ちたいなっていうのがあるんで、ちょっとそれは期待しとかったっすね。まあ、でもいいアイアンだと思いますよ。似たような競合するアイアンってどこらへん？だから今年で言うと、まあ、G430 パラダイム。パラダイムなんかは形状ね、前までのやつとしたら結構シャープで形良くなったんですけど、あれもね、あるんすよ、やっぱり。後ろの番号が。後ろがね。まあそんな感じです。こんな感じです。はい、ありがとうございました。